別れるとき、義王は今の障子に一首の歌を書きつけた。燃え出るも、かかるも同じ野辺の草。いずれか秋に、泡で這ずべき。今は得意絶頂の仏様。あなただって、いつ何時、私みたいなことになりかねないかもしれませんよ。それは、義王の精一杯の無言の抗議だったのである。義王が西八条から離れたことは、たちまち京都中に知れ渡った。毎月欠かさず、母のもとに送られてきた手当金も、ばったり途絶えた。そして今は、仏御前の親類縁者たちが、莫大な仕送りで生活しているという噂が広がっていた。清盛の長期であった間は、高嶺の花よと諦めていた義王が、ひとたび市井の人間になると、あっちこっちから口がかかってきた。しかし義王は、もう二度と人の重いものにはなりたくなかった。清盛の屋敷で受けた手痛いショックは、かつての陽気で明るい義王の性格をすっかり変えてしまったのである。義王は毎日外に出ず、うちにひっそりとして暮らしていた。その年も暮れて、春になったある日、清盛のところから使いがやってきた。近頃どうしている？仏がどうも退屈しているらしいから、慰めに来てくれ、という虫のいい文句である。今さら返事をするのも尺だから、ほったらかしにしておくと、なぜ返事をしないのだ。来るか来ないかはっきりしたらどうなんだ。そっちがその気なら、こっちにも考えがあるぞ。と、重ねて脅迫めいた伝言の仕方である。どんな残酷なこともしかねない、清盛の気性を知っている母親は、気が気でなかった。なんとか返事をしたらどうなんだい？あの様子じゃ、お前どんなことをされるかわからないよ。母はそれとなく、西八条へ行くことを勧める様子である。でもね、お母さん、考えてもごらんなさい。行くならば行くって言いますよ。行かないのに行きませんなんて、はっきり言えるものですか。どっちにしたって、田舎に追放か、それとも殺されるか。私はもうどうなったって構わないんです。おめおめあの人の前に出ることと比べたら、その方がまだずっとマシですわ。お前の気持ちはよくわかるけどね。今の世の中で、あの方に反抗して、一体どんな利益があると思う？第一男女の問題なんてものは、千年も万年もって具合に行くもんじゃない。お前なんか三年間可愛がっていただいただけでも、大したものと思わなくちゃ。それに若いお前は、田舎のあばら屋でも我慢できるだろうが、私は、どうしても都を離れたくないのだよ。涙ながらに書きくどく母の言葉には、逆らうすべもなく、義王はいやいや、妹と他の二人の白拍子と連れ立って、西八条に出かけていった。その日、義王の通された席は、以前とは段違いの末席である。悪いこと一つしたわけでもないのに、暇を出されて、おまけに席まで落とされるなんてあまりだわ。今にも涙ぐみそうになるのをぐっとこらえている義王の様子に、仏御前の方が胸がいっぱいになってきた。あんな末席にお通ししなくったって、元は
ここがあの方の場所だったところなんですよ。あの方をここへお呼びなすったら、と言ったが、清盛は知らん顔である。仏御前はいたたまれずに席を外してしまった。すると清盛が義王に、今までどうしていたんだ。何しろ仏が退屈しおって寂しがるからな。まあ歌ったり踊ったりして慰めてやってくれよ。清盛の言葉に義王は口惜しさが胸にこみ上げてきたが、じっとこらえて歌い出した。平家物語第一巻、義王。仏も昔は凡夫なり、我もついには仏なり、いずれも仏性愚せる身を、隔つるのみこそ悲しけれ。俗用にこと寄せて切々と歌い続ける義王の姿は、波いる人の涙をそそるものがあった。清盛も少しは気の毒に思ったらしく、ねぎらいの言葉を与えて家へ返した。我が家に帰り着くと、義王はまたさめざめと涙を流しながら、こんな生き恥をさらしているより死んだ方がよっぽどよいと、母の膝に寄りすがって書きくどく。妹の義女も、姉が死ぬならと暗に自殺をほのめかす。年老いた母一人がおろおろしながら、二人の短慮を戒めてもう一度考え直させようとする。それにつけても清盛の仕打ちの口惜しさがまた思い返されてきて、親子はまた涙に埋もれるのであった。お母さんのおっしゃることももっともです。それなら都にいさえしなければ、こんな嫌な目にも遭わずに済むんですもの。と義王は21という花の盛りに潔く別れを告げると、髪を切って、嵯峨野の奥に小さな庵を作って引っこもってしまった。姉の出家に刺激され、義女も19で髪を下ろし、念仏三昧に火を送るようになった。二人の娘に尼になられた母も、やがて後を追い、ひっそりとした二層庵の生活に入ったのである。やがて春も過ぎ、夏も去り、初秋の風が吹き始める頃、静かな暮らしにも慣れた三人のところに、意外にも人の訪れる様子がした。竹の網戸をひそやかに叩く音がした。こんな山深く、人の訪れることもない草庵暮らしである。さては、魔性の者でも来たのかと、恐る恐る戸を開けてみると、なんと、仏御前が旅装束のまま、戸口にうなだれて立っていた。まあ仏様ではございませんか。一体、今頃どうなすったのです?義王の驚く声に、仏も、おろおろと涙を流した。
はじめからのことを申し上げるのも気が引けますけれど、とにかく聞いてください。西八条のお屋敷には私の方からのこのこ出かけて行って、あなたのご尽力で清盛様にもお目にかかることができたのに、清盛様から意外にも召し抱えられ、かえってあなたを不幸な目に遭わせてしまいました。本当に私は申し訳なくて、お屋敷に来てくださった時だって胸がいっぱいだったんです。今でこそ豊かな生活をさせてもらって、結構ずくめで暮らしていたって、ああいう気まぐれな人のことですもの、いつ何時あなたと同じ身の上になるかわかりゃしません。あなたの書き残してくだすった歌を見ては、そのことばかり考えていましたわ。一時、皆さんの行方がわからず、どうなさったのかと思っていましたけれど、近頃、ここにこうやって暮らしていらっしゃる話を聞き、とうとう決心してやってきたわけなんです。仏の真実味あふれる告白を聞いて、今までの憎しみも忘れ、三人はじっと聞き入った。いくらお暇をお願いしても、清盛様はダメだとおっしゃるし、でも、考えれば考えるほど、現世の楽しみなんて限りあるものですものね。一時の楽しさによっても、後々地獄に行くなんて、考えるだけでも恐ろしいことですもの。そう思うと、矢も盾もたまらず、今朝思い立って、こんな格好で来たんです。と、かぶっていた担ぎを脱いでみると、闇にも、ほの白い坊主頭である。こうまで決心してきたんですもの。今までのことはどうぞ水に流してくださいませ。もし、許してくださらないっておっしゃるんなら、仕方がありません。あてどなくどこかをさすらい歩いて、一生念仏して暮らすだけのことですもの。それまで黙って聞いていた義王は思わず息をのんだ。あなたの気持ちも知らないで、実は私、少しあなたのことを恨んでいたんですのよ。仏の道に帰依したくせに、人を恨むなんて、と思いながら、やっぱり若くてお美しいあなたの面影が心を悩ましていたんです。でもね、そうまでして訪ねていらしたあなたを、仏さん、どうして恨む気持ちが起こりましょうか。あなたが尼になられた心境に比べれば、私たちの出家の動機なんてお恥ずかしいくらいですわ。17歳というお年で、よくそのご決心のつきましたこと。あなたのような方こそ、私たちのちっぽけな気持ちを導いてくださる方ですわ。こちらからこそ、お願いしたいくらいです。今は、恩衆を超えた晴れやかな表情で、義王は仏の手を取って、中へ導き入れた。以来、四人の尼たちは、朝晩光景を手向け、念仏三昧に火を送りながら、安らかな往生を遂げたと言われている。